皆さんこんにちは、ボンドチャンネルスッチーパフォーマンスです。今回はボンド東京からカスタマイズした車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは内山店長です。はい、よろしくお願いします。今回紹介する車がこちらなんですけど、はい、かろうじて、はい、オープンモデルっていうこと以外、ね、分かりません、はい、基本はアベンタドールの、LP700 ですね。700ベース、はい、700をベースに今回はもう結構がっつりですね、はい、マンソリーのパーツが盛りだくさんで付いた車両になります、はい、そうですね、リップとかそういう次元じゃなくてフルバンパーですね、まさにで今回お預かりしたのはちょっとその追加パーツで、そうですね、以前にもある程度フロントバンパー、リアバンパーを交換させていただいたんですけれども、まあ、今回サイドスカートとかだったりちょっと追加パーツをいろいろお取り付けさせていただきましたので、まとめてご紹介です。で全体的にこう完成形に近づいた感じ。そうですね、もうかなりフルフルコンプリートな状態に近いんじゃないですかね、はい、じゃあちょっと順番に見ていきたいんですけれども、はい、まずバンパー、はい、これが僕に車種を分からなくしてる部分ですけど、はい、これがマンソリーのコンペティションっていうグレードっていうんですかね、種類のバンパーになります。まあ、ナローボディの一番激しいやつ。そうですね。で、ワン、ツーってあって、このツーになると、こう、はい、なるとこの外側にもう一個ピンがつくようになってます。でもワンでも、はい、もう十分えぐい十分ですね、えぐすぎる。下回りがこう全部カーボンっていう、ちょっとアニベルサリオっぽい感じのデザインになりますよね。で、これちょっと車高が低すぎて見えないですけど、何気にここ2段もう、なんだったらここちょっとこの段があるんで3段にも見えるぐらいの、はい、すごい複雑な造形をしてて、見てほしいのはここ、この網も全部網もカーボン。これ本当入ってきた時にびっくりしましたね。網もカーボン。これなんかマンソリーが全自動でその切る機会があるんだよね。ああ、あれマンソリーの動画見て、なんかその全自動の機械、ドリルがついた機械でこう全部こう、例えば文字とか形とかそのバリとかも全部その機械で切る機械があって、はい、その網とかも全部できちゃう。もうマンソリーも10年ぐらい行ってないから、そろそろ行かないと。社長に対するメッセージ。そう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 、まあ、音声のみで社長にメッセージを送ろうと思って、まあ、とにかくちょっと複雑な造形で、はい、なってる、そんなバンパーが今回ついてます。そうですね。そしてあとは、あとはホイールと、これもカーボンのプレートがついたホイールになっていて、ホイールもマンソリーっていう。マンソリーです。もう数々アベンタドール紹介してきましたけども、はい、大体こうアメリカ製単造そうですねが多いんですけど、まあ、やっぱりここまでマンソリーだったらチューナーのホイールの方がいいかな。ちょっと方向は違うんですけど、また別のかっこよさが。そうですね、まあ、これもまた単造ホイールなんで、これがそうです、まあ、フォージドって書いてあるんですけど、どうしてもこのカーボンのプレートに目がいっちゃうんで。そうですね、あれですけど、ベースのこのアルティもしっかり、はい、まあ、しっかりカーボン、単造ホイールになってます。で、これは一応、あ、これ左右があるの。左右ありますよ、もちろん。ディレクショナルで回転方向のある、はい、回転方向あるホイールになってます。今確認しちゃいました先に確認しておいてくださいそんなホイールがついてます、はい、そして車高は今回、はい、普通にプッシュロッドで下げていて、ちょっとでもバンパーとかが大きいので、一応、まあ、ロベルタのリフターを前後ともにつけて、まあ、緊急時は回避できるようになってます。確かにもうここまでこのカーボンのパーツがついちゃってると、はい、そうですね、どこもつけられなくなっちゃうんで、はい、まあ、ちょっと使い勝手損なわないように、そうですね、リフティングも入ってます、はい、で、あとどこだったりは、まあ、ドアミラーも今回マンソリーの、よくアベンタドールとかだとこう上にかぶせるカバーとかはよくあるんですけど、うん、今回これはもうごっそりマンソリーのミラーに交換をしています。ベースもそうですね、ちょっとやっぱりデザインが若干こうなんかこう膨らみが違ったりとか。あ、そうなんだ。はい、もうこの交換もかなり大変みたいです。大変みたいですね。そしてサイドスカートも、はい、これもマンソリーのコンペティションですこれサイドスカートと言うべきかベタのところのパネルと言うべきか。今回はさすがにこれはまあ、ある程度ボディカラーで塗るのかなと思って、お客様にこうここをじゃあカーボン残して、ここをボディ同色で塗ってどうですかっていう案内をしたら、いや全部カーボンでいってくださいってことで激しい仕上がりになりました。もうカーボンのお化けみたいになって、はい、本当にえぐい外観。えぐいですね。もうなんか限定車とかに負けないよねもうえっていう、はい、もうとてつもないド迫力のサイドスカートにもなってて、でもうロードスター
なんで、もう内装もめちゃめちゃかっこいい、はい、この白黒で。なんかもう逆にカーボンパーツが増えて、はい、内装の白黒のこの具合と、はい、外装の白黒のなんかこう比率がなんか合ってきてる気がします。はい、そしてこの今回ですね、こちらのリアブリッジですね。ならではのこの部品、はい、まあ、デザインは純正とは変わらないんですけれども、今回この特注でマンソリーというロゴを入れてもらいました。なんか前にステッカーをなんかマンソリーで貼ってもらったっていう人オーダーはあったみたいなんですけど、まあ、ステッカーじゃちょっと寂しいからっていうので、こういうふうに掘れないみたいな掘るっていうかこうへこませられないって言ったら、できるよということで、まあ、ちょっと追加料金は発生したんですけれども、マンソリーのロゴを入れさせていただきました。なるほど。もうなんかここもこのぐらいのデカさのこのマンソリーのロゴがもうぴったり似合ってるという、はい、まあ、ここまでねマンソリーで、はい、固めてるんで。そしてこの辺なんかもしっかり、これはそうですね、ここもマンソリーですね。あ、これもマンソリーで、はい、なるほど、しっかりついてる、はい、だと後ろも当然これサイズは1インチやっぱり大きくなってですね、はい、アベンタドールの、オプションのサイズと同じ、あ、なるほど、サイズですね、はい。でデズラだからまあインチアップはせずにホイールをこうデズラは良くなってますけどね。なるほど、はい、これスペースは使わないで、はい、デズラがバツバツ。そうですね。なるほど。じゃあ結構この普通にエアロつけなくてもマンソリーのホイールだけなんていうですね、カスタマイズもおすすめということで、はい。そして後ろ、後ろもすごい、これすごいですよね、これほぼ後ろ全部カーボンっていう、 もう後ろ真後ろから見たら全部カーボンですよ本当に。前はかろうじてこう上が白いボディ見えてますけど、はい、後ろはもう全部、はい、まずこのバンパーから。そうですね、これもコンペティションっていうマンソリーの中のデザインの一つなんですけれども、まあ、今回もやっぱりこの後ろも網が全部カーボンで。そう、これすごいよね、はい、でこっちの奥のなんていうんですかね、こう骨組みの部分もカーボン全部カーボン、本当にカーボンのお化けみたいな、はい、これねすごいですよね、すさまじい、はい、ちょっとこれ走っての見たらとりあえず車間距離を空けないといけないやつね。でしっかりこのウイングなんかも、はい、これウイングも下も今回カーボンの、リアスポイラーの部分もカーボンにして、で今回はこの上のスポイラーだけはコンペティションってやつではないんですけれども、まあ、スタンダードな、はい、ちょっとシンプルな方、そうですね、だからもう全部上からも横からも前前後どこから見ても大量のカーボンとマンソリーと、もうド迫力な1台に仕上がってます、はい、それじゃあロベルタの上下の動きを見てみたいと思います。はい、というわけで今回はボンド東京からもうマンソリーのカーボンパーツがたくさんついたアベンタドール LP700 をご紹介させていただきました。まあ、毎回言ってることなんですけど、はい、マンソリーのパーツいろいろ出てますから、はい、まあ、いろんな車、はい、お気軽に内山店長までご相談ください、はい、ボンドチャンネル、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。